今日はチキン南蛮を作っていきたいと思います。チキン南蛮に欠かせないもの、それタルタルソース。あれですよね、モンゴルの遊牧民の名前からタルタルソースっていう名前ができたのはまあ常識なんですけども、いろんなソースありますけど、すごいね、僕好きなあのソースです。あとサルサソースも好きですけどね。サルサソースってサルサもソースっていう意味なんで、ソースソースっていうことになってるんですよ。だからフラダンスと一緒やね。フラはダンスっていう意味やから、ダンスダンス。あとハングル文字も、ハングルってまあ文字っていう意味やから、それで言ったらチゲ鍋もね、排気ガスも、キーガもガスやから、ほんま排ガス。あとサハラ砂漠も、砂漠と砂漠で、それで言ったらゴビ砂漠もね、砂漠砂漠で同じ意味。あとクーポン券もね、クーポンクーポンなってる。あとシーア派もや、シーアって派っていう意味やから、派閥派閥みたいな、タパスタパスみたいになってます。ピクルスをみじん切りにしたもの、キュウリ、アスパラガス、キャロットで、あとオニオン、この4つのピクルスをみじん切りしました。あとピクルス状になってないオニオン、これもみじん切りにしましたけど、なんかみじん切りした時なんか涙出るって聞くんですけど、なんか僕涙出ないんですよね。あれなんなんやろ、逆になんか大丈夫なのかなって。ピクルスのオニオンとこのオニオン、これかぶっとるやないかって思うと思うんですけど、キムチ鍋の要領と一緒ですね。白菜入れるのにキムチも入れるじゃないですか、その感覚です。まあ抽象化して一回その落とし込んだらまあ一緒の感覚になりますので、パターンですね、公式です。ゆで卵入れるんですけど、本来ゆで卵ってね意外とめんどくさいじゃないですか。なんで水をちょっと入れたところに、生卵をこう落とします。温めすぎると岡本太郎してまうんで、あ、ちょ、爆発です。すいません、芸術は爆発だの、あれあっちが強すぎて、岡本太郎じゃなくて、爆発してしまいますんで、様子見ながら牽引していただいたら、爆発せずにいい感じ。あ、ちょ、チンでした、すいません。チンしていただいたら大丈夫ですんで、はい、ということでチン してきます。県民できましたので、あ、ちょ、チンですね、すいません、チンできましたので。様子見ながら2分半やりました。これを水分取らないとダメなんで、このマヨネーズ好きな量入れて潰していきます。胡椒、塩です。OK、 チキンですね。チキン南蛮って言ったら昔は胸肉が主流だったんですけども、最近ではもも肉がポピュラーとなってます。ただ今回あえてちょっと胸肉でやらせていただきます。で、あれこれ、あ、特売品やったんですね、これ今日の。ちょっと見てなくて、値札とか全く見ずに買ったんですけど、うわ割とでかい、観音開きぶち込みまして、片栗粉ですね、混ぜると。これ揚げてもいいんですけども、ちょっと今回あえてオイル少なめでやりたいと思います。なんでオイルをこんくらいで入れていきます。これ火の通りにちょっとムラできるんで、アロゼしていきます。アロゼしないとムラができるんで。熱っ、熱くないよ、別に。全然熱ないけど、あれ、夏やし。暑いな、最近。ほんま、気をつけてください、熱中症。みんなも暑いんで。余分な油を。で、再加熱。ひげた醤油ですね。これ、江戸時代から通行醤油。入れて。アップルビネガー。これ、ただのビネガーでも。絡めます。絡まったらサニーデイサービスですね。あちゃわ、サニーサイドメロディーです。で、あちゃわ、サニーレタスや。すいません、ちょっとシティポップとジャズ好きなんで、ちょっとミスりました。これをここに、これをドワ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 、いただきます。うん、ベリーうまーばこれはうまい。あ、うまっ、うまっ、うまテラス大神やこれ。
だいぶうまいぞこれ。いやうまいわこれ。いやこれもうウマップの南蛮バカンスやな。南蛮バカンスですこれ。ベビー南蛮バンおバカズラで包んでビミに飛び込んでさあうまいよと打ち合わせしよう。海板で国際線乗っちゃって。ほんまにうまいし、エアジうまんつエアジ坂東英二ゆで卵でした。ゆで卵先生、リップとあのスティックのり間違うみたいな、わかりますけど、そのこの前水のりと間違えてましたね。なんかリップと水のり、このその女子が塗るタイプ のこういうやつと間違ってるやん。変なの。ごちそうさまでした。